さて、アスファルト8なんですが、最近ですね、なんかマルチプレイをやろうとすると、エラーになっちゃうんですよね。もう、さっぱりわからんくて。今、トップページですね。こっから、マルチプレイ。で、ちょっと意味がわかんないんですけど、獲得、報酬かなと思って獲得を押すと、エラーで、シーズン報酬を獲得中にエラーが発生しました。後ほど再度お試しください。なんだろう。何日か前からこういう状況になってるんですよね。こっからもう先にどうあがいてもいけないんですよね。もう、けわからん。何がいかんだろう。もしわかる方いらっしゃいましたら、教えてください。